皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。えー、本日はですね、ベン道ードの法則でございます。よろしくお願いいたします。はい、えー、ベンードの法則、なぜまあこういう、情報に行き着いたかというところなんですが、やはりアメリカ大統領選ですね。アメリカ大統領選を追っていて、えー、私はですねお、不正はあったんじゃなかろうかというふうに、 基本的にはあ思っております。実際にライブで数字をですね、えー、まあ、昼夜問わずと言いますか、あ寝不足になりながら追っていて、やっぱり不自然だったんですよね。はい。えー、というのがありましたんで、まあ、その他にもいろんな情報がですね、えー、まあ、出てきております。で、それに対するファクトチェックという形で、カウンター情報もいろいろと出てきている。 んなんかもう情報が錯綜してるんですね。で、私の見間違いじゃなければなんですけれども、実際に不正で、えー、これこれこういう内容の不正でっていう人が捕まったっていうですね、逮捕者が出なぞみたいな記事が出て、で、お、ついに来たかと思ってですね、1時間後ぐらいにまた、あのー、見に行ったら、その記事が消えているとかですね。 えー、そんなようなことも経験しました。で、えー、この大統領選以外で、そのような、なんていうんですかね、これだけ入り乱れる状況っていうのは、まだ、まあ、YouTube 歴は浅いんですけれども、やっぱりなかったんですね。まあ、すごい、まあ、戦いが繰り広げられてるんだろうなという、うのを肌で感じておりますが、で、 ずっとマスコミはですね、まあ皆さんご存知だと思うんですけれども、トランプ大統領が、えー、不正はあったっていうことを言うたびに、確たる証拠は示さなかったとか、証拠はないが、とかっていうのを必ず文面につけてですね、トランプ大統領が一方的にイチャモンをつけてるというようなイメージ操作をずっとしてきてると私は思います。で、えさすがに怒ったトランプ陣営の報道官の女性の方ですけれどもね、 え、230何ページかの、まあ、先生教授の束ですね。これをマスコミの前に、ドーンって、あの、記者会見の時に、ドーンって、これが証拠だってって、ドーンってありましたよね。もういい加減腹立ってんだと、おいうふうに思いますね。あれだけの、先生教授その、宣言があった場合に、マスメディアやることはですね、それを無視して批判することではなくて、それを、ジャーナリストとして、ちゃんとですね、 えー、裏取りをして調べてですね、えー、その事実と思われる、その調べたものをお国民に提示をするというのがジャーナリストの仕事じゃないかと思うんですけれども、まあ、それはやっていないという中で、ただそのいろんなものを見てきてですね、不思議な現象にもあいつつ、ここまで来て思うことは、いや、これは、あの、どうこう、譲歩して考えても、 グレーだぞってことですね。白にはもう絶対ならないっていうところまでいろんなものが出てると思います。で、ほぼ、証拠の、本当に証拠のですね、一歩半歩手前とか一歩手前ぐらいのものがあんなにいっぱい出るっていうのは異常なので、それ全部捏造なんていうのは、おそらく無理なんじゃないかと思うんですよね。ということで、個別の小さいものは、えー、これは、まあ私から見てもちょっとこれはちょっとどうなのっていうものとか、いや、 あもうこれ絶対やってるでしょうってものとか、皆さん、おのおので、その個別のものを見ながら、あの、あると思うんですよ、判断というのが。じゃあ、一番大枠の外から見たときに、今回のこの大統領選の民主党側の不正っていうのは、何かしら確認できるのかって言ったときに、使えるのが、この弁ードの法則というものでございます。はい、大元の記事はこちらになります。ダイヤモンドオンラインですね。 私がネタ集めのために、まあ、購読しているものなんですが、えー、この中で,ですね、100年コンサルティングというところの、まあ、代表をしております、鈴木隆博さんというのかな、という方があ書いた記事でございます。では、弁護度の法則、具体的にどういうものなのかと言いますと、えー、数桁にわたって分布する統計データ、えー、 この統計データの上一桁が1から9の数字になる確率というのは1が一番多くて9が一番少ないという法則です。順番通りになる1、2、3、4、5、6、7、8、9が1が一番多くてあとはグラディエーションでちょっとずつ減っていって9が一番少ないという法則です。 1> でえー、上1桁って何か、まずはそこからいきましょうか。えー、例えばですね、えー、適当な数字で1万2345という数字があると、一番上の一桁は当然1になりますよね。この数字です、1という数字。で別の数字でいきましょうか。5678という数字がありますね。この上1桁は5。 ということになります。この1、えー、文字、この1字、1つの数字だけを、まとめて、その割合を出すというのが、弁法度の法則、えー、ということになります。はい。で、この法則がなんで、あの、発生するのかについては、私、文系なので、そこはちょっとご容赦くださいます。でですね、この弁法度の法則で、えー、日本のですね、えー 都道府県ですね。全都道府県の人口、あ都道府県が市区町村です。すいません。日本の全部の市区町村の人口ですね。何々町は何人、何々市は何人の、その一番上の数字だけを抽出してですね、弁報道の法則と比較してみたあ図がこちらになります。はい、表ですね。こちらになります。 はい。一番、えー、人口の一番最初が1で始まる人数がいた市区町村が582あるという意味になりますね。で、えー、2が298で、一番下の9、9から始まる人口だったというところが、 えー、全体の縮小層の中で85しかないということで、それを構成比で表すと真ん中ですね。31%、16%、13%、10%、8%、6%、6%、6 5%、4%になるんですが、一番右のパーセンテージの数字が、これが弁法度の法則になります。はい。これすごくてですね、統計学であればこの ベンフォードの法則で言うところの30%、18%、13%、10%、8%、7%、6%、5%、5%という、えー、えなぜかこの近似値になります。というのがベンフォードの法則ということになります。で、これが人口で見たものということになります。で、では、これは選挙でも使えるのかっていう話になると思うんですね。はい。 でえー、次に見ていただきたいのが、こちらの表になります。はい。一番左がですね、えー、2020年の東京都知事選になりますね。で、ここでは22人の候補が立候補しておりました。で、東京には62の市区町村がございます。この22人の候補者が62の市区町村で実際に取った、得票した、あの、票の数ですね。 はい。なんで、22人かける62という、まあ、複数の数字が出るんですが、その、各々の数字の一番前の、桁の数字ですね。これの、分布を出すと、やはりですね、1が一番多くて、9が一番少ない。で、構成比にすると、31、17、13、8、9、7、6、5、4ということで、 え、ほぼほぼ、ベンホードの法則と、ーと、1%誤差ですね。はい。ほぼほぼ1%誤差。4だけが2%誤差あるのかなありますね。はい。ベンホードが10%に対して、4が出た割合が8%ということですね。ということになります。で、えー、ただまあ、ほぼほぼ一致すると、不思議なんですけども、こういう法則なんです。はい。では、真ん中がですね、 えーえー、これはですね、衆議院議員選挙ですね。でこれもやはり1が91で一番多くて、えー、9があ一番少ないあ、8が一番少ないということになります。けれども、これですね、えー、弁報度の法則でいきますと、全体の母数が少なくなればなるほど崩れていくみたいです。 多いものはあ、かなり正確性が、あの、類似するんですけれども、少なくなればなるほど出るということでございまして、ただ、8が2%パーしかないんですね。で、えー、9が3%パーあるということなんですが、母数が少ないのでこれぐらいの乱れはあるということで、結構、まあ、あの、メンホードの法則を説明する正しいでしょっていう方で使われている事例なんですが、この数字が、例えばですね、 えー、お金を使って、えー、なんとか組合への票を買うとかですね、えー、まる会社の社長さんにお金を渡して、そこの従業員の票を買うとかっていうような、いわゆる不正行為が出てくると、この数字が弁法度の法則から離れていくということになります。ちょっと8は2%しかないので、結構離れてる気がするんですけどね、この衆議院選挙のものは。はい。 えー、という形で、えー、人口分布にも使えるし、えー、選挙にも使えるという形になります。で、これをお今回の2020年のアメリカ大統領選挙に当てはめるとどうなるのっていうことになります。まずはアメリカ全土。アメリカ全土で、えー、この弁ードの法則を当てはめてみるとこうなります。はい。はい。 アメリカの全州の各軍ですね。4474地区。で、トランプとバイデンさんが、あの候補が取った得票数のうち、一番上の一桁の数字だけ、えー、というのの分布図になります。はい。するとですね、これは弁法度の法則にほぼほぼ従っているということがお分かりになっていただけると思います。 はい。えー、誤差、1%以上離れているものはないですね。はい。という形で、不思議とこのベンホードの法則に当てはまるわけですね。なので、えー、ベンホードの法則からするとってことになりますけど、ベンホードの法則から言うと、えー、2020年のアメリカ大統領選挙において、 えー、この選挙全体を狂わすような大きな不正というのは、全体から見ると見当たらないと、予測できないということになります。ところがでございます。はい。ところがこれを、激戦州というものに当てはめるとどうなるのかということも、この鈴木隆弘さんはやってくださっています。結構これですね、集計が大変だったみたいです。で、まずは、 えー、ウィスコンシンとミシガンを除いて、えー、ジョージア、ノースカロライナ、ペンシルベニア、ネバダ、アリゾナの5州ですね。この5州で先ほどと同じ比較をしたものがこちらになります。はい。これを見るとですね、えー、トランプさんは4と5がまあちょっと怪しいんですけれども、しかし、おおむねきれいに弁ードの法則に従っているのに、 えー、従っている状況なんですが、バイデンさんを見ると、弁報道の法則から、やや離れてるんじゃないかということになります。はい。1の数字がなんか少ない。ですが、2の数字はやや多いということですね。で、3も少ないわけです。で、4がめちゃめちゃ多いということで、あの、1が、 から始まってるものが多いからたくさん取れてるとか、どっかの数字が多いからたくさん取れてるかっていうものではないですからね。つまり、弁法度の法則のこのパーセンテージから、離れれば離れるほど、人為的に、この統計を狂わす人為的な何かがされたんじゃないかっていう可能性が高まるっていう話でございます。はい。 えー、なんで全体のこのベンホードの法則から見てもちょっと、この5州に関しては怪しいぞということが見えてくる。でですね、残るミシガンとウィスコンシンだけでやったものがこちらになります。はい。これバイデンさんだけですね。はい。ここに至りましたらですね、もうベンホードの法則からかけ離れてる数字が出るわけです。1に関しては21%、9%も離れていると。 おいうことでございまして。で、あとはなんか少ないというのもあるんですけれども、ベンホードの法則からするとですよ。ベンホードの法則からすると、これ、バイデン陣営、まずなんかやってるなっていう予測が立って、そのもとに、じゃあ、個別にどうなんだっていう話になるということでございます。はい。つまりですね、えー、選挙全体、 ですね。アメリカ全土で見たときには、ほぼほぼ弁法度の法則に当てはまるのに、なぜか、この激戦州と言われるところに限ってみると、バイデンさんだけ大幅に弁法度の法則からずれているということがわかるということでございます。えー、まだですね、えー、結局真実がどうなのかというのはわかりません。司法がどう判断するのかというところで、 最終的な結果を飲み込まなければいけない本、当人ももちろんですし、それをやきもきしながら見ている、我々をですね、当事者であるアメリカの方、そしてまあ、いわゆるまあ、それを外から見ている我々日本人のような外国の人間というのも、結局、司法の判断を、それがまあ、自分の支持するものであれ、支持しないものであれ、飲み込まないといけないということになりますが、 あまあ、ひとまずですね、えー、グレーの色はどんどん黒に近づいているという状況でございます。はい、えー、本日はですね、弁報道の法則をご紹介させていただきました。本日の内容は以上になります。えー、また明日お会いできるのを楽しみにしております。本日もご視聴ありがとうございました。